昔そのハロウィンパーティーとかねよくやるじゃないですか、ね、友達とよくやると思うんですけれども、うん、その当時私もね LINE というやつをやっておりまして、まあ、やめちゃってもう一回やったんですけども やった時にやめちゃってやめたんですよね。 LINE でやめることあるやばいじゃん。最近また始めたんですけども、なんでやめたの。なんで友達がいないからかな怖いって怖い私に学生生活を話していいのかも。なんか怖いしかねえぞ。怖いな。やめてたんだね、まあうん、そうやめて、まあ、まあそれのね一つのきっかけとなったことだと思うんだけれども、まああのハロウィンパーティーグループみたいなのがあって、地元の友達のグループで、そのグループ内ではそのハロウィンパーティーをやりますってこと言われてなくて、個人で送られてきてて、で、私誘われていなくて、ねえ、なんで？なんでだろうね。なんでか誘われてなくて、で、まあハロウィンの日にハロウィンパーティーが行われて、そのパーティーの写真だけがグループに送られてくるっていうハロウィンを送りましたねえ、そんなことあるネットでしか聞いたことない。なんだろう。あります。あります。言ってたんじゃないの本当は。いや多分ね忘れてたんだと思うんだよね。あー送るのをね一人だけ、ね、そんなまさか私も思ったんだよさすがに。あでもさそんなの後日言えないじゃん。あ私誘われてないんだよみたいな、ね、ハロウィンパーティーねマジで、あーでもめっちゃ笑ったみたいな感じで言いました。えマジで、それは消すな LINE か今はこうやってね友達がいるから。そうだね。